大バコ科に属する植物の属。ここでは、かつて岩袋が属していた属であるペンステモンについて記述する。ペンステモンも大箱化に属しており、約250種が主に2期宅に分布し、騎植物では最大の北アメリカ固有属である。以前のクロンキスト体系などでは、ゴマの歯草科に分類されている。葉は耐性し、花は、気部が、 筒状で上唇と下唇に分かれ、果実は果てである。長く突出したカリオシベが特徴であり、種によって様々な形状を呈する。カリオシベは典型的には長い、まっすぐな鼻糸が果敢部分まで伸びるが、一部の種ではより長く突き出した数の毛が生えるため、口から下を突き出したようであるとして、ビアードチューングの英名がある。 ペンステモンのほとんどの種は落葉、または繁盛力の多年層で、低木や低木になるものもあり、高さは1 0トルほどのものから3メートルほどのものまである。かつては岩袋もペンステモンの一種とされていたが、形態、DNA 両面から類縁関係が否定されている。ペンステモンのほとんどは、ニキタクに分布するが、新ネタイクに分布する種類もある。北 アメリカに広く分布し、砂漠から熱帯雨林、高山地帯などにも見られるが、現地でもよく見られる植物ではない。ペンステモンが科学界で最初に記載されたのは1748年で、ジョン・ミッチェルの手による。ミッチェルは俗名である、ペンステモンの名のみを与えているが、これは現在ペンステモンディービゲイタスと呼ばれている種に対象命名されたと考えられている。その後、 1753年に、カール・リンネはこれを、ジャコーソウモ元貴族シーローニの一種と考え、シーローニペンステマンと命名し、五つ目のおしべが異常な形をしていることをよく表す首相名を与えた。ミッチェルの著作は1769年に再出版されたが、綴りはペンステモンのままであり、最終的にはこの綴りで定着した。他方、リンネによる、 ペンステマンの綴りも20世紀中には使われていた。18世紀中にはさらに数種が発見されたが、1820年代頃まで、それらはジウソウモド貴族シーローニに分類され続けていた。メキシコやアメリカ合衆国西部の調査により、1810年にはペンステモンは4種しか知られていなかったのが、1850年には63種まで増え、 1900年までにはさらに100種が記載された。この期間にはペンステモンの種子がヨーロッパの市場に出回るようになった。最も古い記録では1813年にジョン・フレーサーがロンドンで4種を売り出したのに遡り、1835年のフラナガンナッティングのカタログには9種が扱われていた。これらに続いて多くの後輩品種がヨーロッパ中に普及した。 20世紀中、グレートベースンの壁地におけるフィールドワークの結果、ペンステモンの基地の指数は250種以上に達した。1932年から1957年の間、デイビッド・ケックはペンステモンの広範囲にわたる見直しを行った。1946年には、園芸と植物学の研究の促進のために、アメリカンペンステモン・ソサイティが組織された。 ペンステモンは北米原産の花の中では最も魅力的なものの一つであるが19世紀初頭以来ヨーロッパでは一層盛んに荒廃が行われ数百もの品種が開発された。最初期の発展については詳しくわかっておらず、例えば1835年のフラナガンナッティングにはペンステモンハイブリダムと書かれているものの詳細を伺うことはできない。 1860年代前後には6人のフランス人、育種家が優れた園芸品種を持っていることで知られていた。最も著名であったのはビクトール・ル・モワーヌであり、1857年にはミルヘルム・フィッツァーが24の品種を挙げている。1861年に王立園芸協会が催したトライアルでは78品種が提出された。 スコットランドのジョン・ホーブスは1870年に初めてペンステモンを扱って、以降、世界最大のペンステモン栽培家となり、1884年の時点で180品種以上がカタログに掲載されていた。ルモワーネは1911年に死去するまで470の品種を開発していたが、ホーブスは1900年の時点ですでに550品種を売りに出していた。 これらの品種は今日ほとんど残っていない。ペンステモンは多くが高山地帯や砂漠に自生するため丈夫な植物であり、北米では乾燥地の植物を植えた庭園であるゼリスケープの景観を飾ることが多い。アリゾナ州のフラッグスタッフには北米で最大のペンステモンコレクションを要する樹木園があり、毎年夏にペンステモンフェスティバルが開催されている。ありがとうございます。